長野インターネット不足ですが、はい、いつもありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。今日は久しぶりの、公演ということになるんでしょうか。そうでもないです。もうずっとやっていますが、はいはい、松本市内では久しぶりでした。なるほど、はい。まあ、今日の反応はどうでしょうか。まあ、いつも会っているというか一緒に行動している方が多かったし、まあ、非常に熱心に聞いてくださる方が多くてありがたく思いました。実際その福島の住民の皆さん、はい、会社ですよね。そうです。と、まあ、我々ちょっと遠隔から、まあ、見守っている人たちのこう差というかその考え方の違いみたいなのがちょっとこう最後浮き彫りになったと思うんですけども、はい、この辺はどうお考えでしょうか。もう人間って自分に火の粉が飛んでくれば、はい、まあ、払おうとするわけですけれども、人に火の粉が飛んでいっても、まあ、無視することができるというそういう生き物で、福島の人たちの苦難というものを他の地域の人たちがなかなか感じることができないというそういう状態が今日まで続いているのだと思いますけれども、でも福島の人たちの苦難というのは本当並大抵の苦難ではないので、そうですね、なんとか分かって福島以外の人も少しでも分かってほしい、分かるように、自分でしてほしいと思います。世界的な流れとしては、まあ、日本は、まあ、原発を縮小していった方がいいっていうことではないにしても、世界はやっぱりどうなんですかね。世界はもう原子力から撤退してますので。ですよね、はい、じゃあもう日本だけの問題ですか。一番バカなのは日本です。わかりました、はい、ぜひ今後もご活動ください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんこんにちは、松本市民の小出博明です。こちらに来てから6年近くにようやくなるところですけれども、大変いい街だと思います。今日も福島の事故から10年経つのにたくさんの方がこうやって集まって来てくださる。私から見てると日本の国民はほとんどみんな福島事故を忘れてしまってんではないかと思いますけれども、松本には皆さんのような方がたくさんいてくださってありがたいと思います。今日はなんか100分ほど話をしろと言われていて、マスクをしたままだとちょっとつらいのですいませんが、私だけマスクを外させていただきます。今日のタイトルは解除できない原子力緊急事態宣言と原子力マフィアの犯罪というタイトルにさせていただきました。松本の皆さんには何度も何度も福島のことで話をさせていただいてきました。汚染がとてもひどいということもすでにもう皆さんに聞いていただいて、もうそんなこと聞いたよと思われる方もいらっしゃると思いますけれども、でもこの汚染はこれから100年も続くということも含めて、しっかりと復習の意味でも聞いていただきたいと思います。早速話を始めます。原子力発電というものですけれども、多分普通の日本人は科学の最先端の技術でとても素晴らしいものだと思っているのではないかと私は思います。しかしそれ全く間違えているんです。私はここに原子力発電は古めかしい蒸気機関と書きました。蒸気機関というのは今から250年300年前の時にジェームス・ワットという人たちが発明した、まあ、昔そのまた昔大昔の機械です。水を沸騰させて蒸気を生み出すことができれば、その蒸気の力で機械が動くと、そうなれば家畜もいらないし奴隷もいらないというそういう時代に切り開いてくれた、まあ、ありがたい機械ですけれども、でもとても古い機械です。で、左の方に火力発電所の模式図と原子力発電所の模式図を書いてありますが、どちらも蒸気機関です。火力発電所の方は配管の中に水を流しまして、その配管の外側から
石炭、石油、天然ガスを燃やして配管の中の水を温めます。温められた水は蒸気になって吹き出してきます。吹き出してきた蒸気でタービンという羽根車を回転させて、それにつながっている発電機で発電するという、これだけです。要するに火力発電所というのは湯沸かし装置なわけです。原子力発電所も全く同じです。原子力発電所の場合には真ん中に眉を縦にしたようなものが書いてありますが、これが原子炉圧力容器と私たちが呼んでいる鋼鉄製の圧力釜です。皆さんの家庭にも圧力釜があるかと思いますけれども、この圧力釜は例えば福島の原発の圧力釜の場合には16センチも厚さがあるという猛烈に分厚い圧力釜です。その中に水が張ってありまして、ウランがつけてあります。このウランを燃やす、核分裂させると熱が出てきて水が沸騰して蒸気になって吹き出してタービンを回す、そして発電する、これだけです。もう何のことはない、ただただ湯沸かし装置という、そういうものなのです。そしてその上、この原子力発電所というのは大変効率が悪い機械なのです。現在の火力発電所は熱効率と私たち呼んでいますが 50% です。石油や石炭や天然ガスを燃やすわけですけれども、その燃やして出たエネルギーのうち 50% だけが電気になると、残りの 50% は役に立たないで捨てるしかないという、まあ、それにしても、まあ、これだってバカバカしいものだと思いますけれども、まあ、でも火力発電所は現在 50% の熱効率があるのです。そして火力発電所というのは都会に建てることができます。でその場合には発電に使えなくなった余熱というものを、例えば地域の、ね、暖房であるとかさまざまな他の用途に使える、そういうことになると、それをコジェネと私たち呼んでいるんですけれども、 80% の熱は使えるんだという、そういう段階に現在の技術は来ています。しかし原子力発電所の熱効率はいくらかというと、実は 33% しかないのです。一体このことをどういうことを意味しているかというと、こういうことを意味しています。例えば100万キロワットという発電所がある、火力発電所、普通の火力発電所、それからコジェネというものを利用した火力発電所、そして原子力発電所、すべて100万キロワットの電気を供給するということを考えてみてください。普通の火力発電所の場合には、今聞いていただいたように熱効率は 50% です。電気は100万キロワット得られるけれども、残りの半分の100万キロワットはただただ無駄に環境に捨てるしかないという、こういう機械です。ではコジェネの場合はどうなるかというと、捨ててしまう100万キロのうち3割のところは熱利用できて、結局40万キロワット分だけ捨てるということで、まあ助かるということになるわけです。では原子力発電所はどうかというと、発電で得られるのが 33% の100万キロ、残りの 67%、 200万キロワット分というのは何にもできないまま無駄に環境に捨てるしかないという、もう誠に馬鹿げた発電装置というものが原子力発電所であって、科学の最先端でも何でもないと私は思います。そしてこの原子力発電所を運転するとどういうことになるかということを聞いていただこうと思います。今白いキャンバスを見ていただいています。この白いキャンバスの左の下に今から私は小さな四角を描きます。これです。この小さな四角で私が何を意味したかったかというと、広島の原爆が炸裂したときに核分裂したウランの重量をこの小さな四角で表しました。800グラムです。今ここに主催者の方が私に水を用意してくれています。これ多分500グラムです。これと大して変わらないぐらいのウランが1945年8月6日の朝、広島の上空で核分裂した。一瞬にして広島の街が壊滅してしまうというほどの猛烈なエネルギーを出したわけです。私はすごいなと思いました。これから人間が生きていこうとするとエネルギーは必要だろう、どんどんたくさんのエネルギーを使うようになるんだろう、でも
石油や石炭は使えばなくなってしまう。それならもうしょうがない。この原爆が表した猛烈な力を人類の未来のために使おうと私は信じ込んでしまいまして、大学に行くときに工学部原子核工学科というところをわざわざ選んで、そこに進んで原子力発電をやろうとしました。では私がやろうとした原子力発電は一体どの程度のウランを核分裂させるのかというと、これだけです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になっていますが、その標準的な原子力発電所を1基1年運転するために1トンのウランを核分裂させなければいけません。広島原爆が核分裂させたウランの優に1000発分を超えるウランを核分裂させなければ原子力発電所というのは動かないという、そういう機械だったのです。もう大量の燃料がいると、一方では。そしてもう一方ではどうなるかというと、800グラムのウランを核分裂させると800グラム分の死の灰ができるんですね。核分裂生成物、つまり1トンのウランを核分裂させてしまうと1トン分の死の灰、核分裂生成物を作ってしまうと、どうしようもなくそうなってしまうわけです。つまり原子力発電所なんてものを運転させてしまえば、それが1基1年運転するごとに広島原爆の1000発分を超える死の灰を生み出して、それを原子炉の中に溜め込んでいくという、そういう機械が原子力発電所だったのです。膨大な危険を抱えているということはもう分かりきったことです。そして原発は機械です。機械は時に事故を起こします。当たり前なことです。皆さん今日この会場に車で来られた方いらっしゃるかもしれませんが、車だって時に故障するし、誰も願わないだろうけれども事故だって起こすわけです。皆さんが家庭で使っている電化製品だって時には故障するし、時には発火して火事を起こしたりするわけです。もうどうしようもないことなんです。機械の宿命です。そしてその機械を動かしているのは人間です。原発を動かしているのも人間です。人間は神ではありません。必ず間違いを犯すという、そういう存在です。そうなれば原子力発電所だって小さな事故から大きな事故まで、そして福島で起こしたような破局的な事故まで、さまざまな事故を起こすだろうということは言ってみれば当たり前のことなわけです。でも破局的事故なんていうことを考えてしまえば原発を立地することすらできません。初めから誰だってそんなものはお断りということになってしまうわけですから、原子力をやろうとしていた人たちは破局事故は原発では起きないということにしてしまったわけです、そのため想定不適当だということで無視してしまうということをやったわけです。でも彼らも怖かった。機械だからいつか事故が起きるかもしれないと彼らも怖かったので、どうしたかというと、彼らは非常に単純なことをやりました。原子力発電所や核燃料施設は都会には作らないということにしてしまったわけです。これは日本地図です。一体原子力を進めてきた人たちが原子力発電所をどこに建てたのかということを歴史的に順番に書いていこうと思います。1966年に一番初めに建てたのは東海です。それから若狭湾の敦賀三浜に、そしてこれが福島第一原子力発電所、中国地方の島根、若狭湾の高浜、九州の玄海、静岡の浜岡、四国の伊方、若狭湾の大井、福島第二原子力発電所、東北の女川、九州の仙台、新潟県の柏崎刈羽、北海道の泊まり、能登半島の鹿、下北半島の東通り、こうやって日本の17カ所に原子力発電所を次々と建てるということをやってきました。このほかに今日は皆さんに聞いていただく時間の余裕がありませんけれども、原子力を
少しでも意味のあるエネルギー源にしようと思うと、原子力発電所の使用済みの燃料の中からプルトニウムというものを取り出して、それもまた原子力発電所の燃料に使うということを、まあ、しなければならないという宿命があって、日本の原子力推進派はそれをやると言ってきました。その、プルトニウムを取り出す作業を再処理と呼んでいますが、その再処理工場は青森県の六ヶ所村に建てようという計画でした。この再処理工場という工場は途方もなく危険な工場で、原子力発電所が普通の運転で1日で放出する放射能を、1年間に放出する放射能を1日ごとに放出してしまうという、それほどの危険を犯す工場が再処理工場、それは六ヶ所村に建てようとしていました。その他、福島の事故が起きる前までに日本では新たに2カ所に原子力発電所を建てようという計画がありました。一つは下北半島の最北端の大間、一つは瀬戸内海の外れの上の関です。こうやって地図上に原子力発電所あるいは核燃料施設がどこに立地されたということを書いてみれば、もう皆さんお気づきだと思いますけれども、原子力発電所などは東京、大阪、名古屋というような大都会、電気を大量に使うところから全て離したんです。たくさん人が住んでいるところはやはりダメだと。東京電力の火力発電所はほとんど全てが東京湾にあるんです。皆さん飛行機で羽田に降りるときに東京湾沿いを見ていただいたらお分かりいただけると思いますけど、びっしりと火力発電所が立ち並んでいます。いいことなんです。電気というのは送電線なんか通すとどんどんロスしてしまうわけで、消費する場所、その場所に発電所を建てるということが一番いいわけで、東京電力はまともな火力発電所に関してはまともなことをやったわけですが、原子力発電所は東海第一、東海第二、柏崎刈羽というところに東京電力は作りました。東京電力というのは東京を中心とする関東地方に電気を供給するという、そういう責任を持った会社ですけれども、福島第一、福島第二、柏崎刈羽は全く関係のないところです。東北電力が電気を供給する責任のあるところに東京電力の原子力発電所を建てて、長い送電線を敷いて東京まで電気を送るということをやってきたそうです。その東京電力は福島の事故が起きてもなお原子力発電所を建てると言っていて、その場所はどこかというと東通りです。ここには現在東北電力の原子力発電所が1基だけあります。そこに東京電力が原子力発電所を建てて、東北地方を縦断する長い送電線を敷いて東京に電気を送るというようなことを真面目に考えてきた、そういう会社だし、そういう国なのです。電気の恩恵を受けるのは都会です。でもその都会が原子力発電所の危険だけは引き受けることができないと言って、過疎地に原子力発電所を押し付けたということをやってきたんです。こんな不公平で不公正なことはただそれだけの理由でやってはいけません。エネルギーが足りない、電気が足りないなんていうことはもう全く関係のないことなんです。どんな危険を犯してもやる価値のある行為というのはあると思います。例えば戦場ジャーナリストと呼ばれるような人たちがいるわけですけれども、そういう人たちは戦場に行って自分の命が奪われる危険を覚悟の上で仕事をするという人たちです。危険を承知の上で自分が選択するということはあり得ると私は思います。しかし自分が利益を受けるために危険は他の人に押し付ける、そんな選択は絶対にやってはいけないということだと思います。なんで日本人がそれに気がつかないのかと私は大変不思議に思ってきましたけれども、気がつかないままずっとこんなことをやってしまったわけです。挙句の果てに福島の事故が起きました。ちょうど今から10年前ですけれども、昨日の夜も東北地方福島沖で大きな地震が
起きたそうです。10年前にももっと巨大な地震が宮城の沖で起きました。その地震はマグニチュードでいうと9という数字でした。昨日の地震は 7.3 でした。地震のマグニチュードというのは数字が2に変わると1000倍規模が違うです。ですから、まあ、マグニチュード9だった10年前の地震というのは 7.3 だった昨日の地震に比べれば、まあ、何百倍も巨大な地震だったということになります。その地震で東北地方の太平洋岸の地域がたくさん壊れたし、引き続いて起きた津波によってまた被害を受けた。福島第一原子力発電所も壊されてしまいました。これが壊された福島第一原子力発電所の原子炉の写真です。手前にまっすぐ建物が並んでいますが、これはタービン建屋です。先ほど聞いていただいたタービンと発電機がこの中に入っています。そのタービンに蒸気を供給する原子炉は後ろに並んでいる、います。原子炉建屋と呼ばれている建屋が後ろに並んでいる。右から1号機、2号機、3号機、4号機と4つ並んでいて、この4つが壊れてしまいました。1号機、最上階が骨組みだけになってしまっているのを分かっていただけると思います。この1号機、2号機、3号機は当日運転中でした。そして地震と津波に襲われて全ての電源を奪われて、なすすべなく原子炉が溶けて溶け落ちてしまいました。溶け落ちていく過程で水素という爆発性の気体が発生するという物理化学的な理由があります。大量の水素が発生しました。水素というのは軽い気体ですので、原子炉建屋の最上階に集まってきて、最上階で爆発を起こしてこんな姿になってしまったわけです。2号機、何かまだ原子炉建屋の形が残っているように見えます。2号機も溶けたんです。水素が出たんです。そして原子炉建屋の最上階に集まりました、水素が。ではなんで2号機は爆発を免れたかというと、ここに穴が開いているのを分かっていただけるでしょうか。穴からもうもうと水蒸気が今吹き出しているのがこの写真に写っていますが、ここはブロウアウトパネルと私たちが呼んでいる壁板がはめ込んでありました。何かことがあった時に簡単にその壁板を外すことができるというためにわざわざそういう設計で取り付けていた壁がここにあったんですけど、それが1号機が爆発した時の衝撃で外れて下に落ちたんです。ですから壁に大きな穴が開いてしまった。そこに水素が集まってきたわけですけど、水素みんなこの穴から出てしまって爆発をしないで済んだということになりました。隣の3号機、これも当日運転中で原子炉が溶けてしまって大量の水素が最上階に集まって爆発しました。もう骨組みだけになっていますが、その骨組みすら維持することができないほどの巨大な爆発を起こして骨組みが地上に崩れ落ちてしまっています。もう一つ左にあるこれが4号機ですけれども、4号機は事故の当日運転していませんでした。定期検査に入っていて、原子炉の中にあった燃料も全て取り出されて隣の使用済み燃料プールというプールの底に沈めてありました。その状態で事故が起こりました。でも原子炉の中に燃料なかったから4号機は炉心が溶けるということはなかったんです。水素も発生するということもありませんでした。でもなぜかこんなふうにボロボロに4号機も壊れてしまいました。その種明かしをしようと思うとちょっと時間がかかるので今日はやめますけれども、でも炉心の中にはなかった燃料は炉心から取り出されて使用済み燃料プールの中にあると入れてあったと先ほど聞いていただきましたが、そのプールはこの場所にある。つまりもうボロボロに壊れてしまった建屋の中にプールが宙吊りのような状態になってしまった。
ところです。大量の燃料がそのプールの中にあって、そのプールが次の余震で崩れ落ちるようなことになれば、もう燃料を冷やすことできませんから、放射性物質が大量に噴き出してきてしまう。あるいは使用済み燃料は発熱していますので、プールの水はもう量が決まっていますので、どん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 水位が減っていってるんです。そして使用済み燃料が水面より上に顔を出してしまえば必ず溶けてしまうんです。どうしようもないということで、当時の原子力委員会の委員長だった近藤俊介さんという東大教授が報告を書きました。もし4号機の中の使用済み燃料プールにある燃料が溶けるようなことになれば、もう東京すら人が住めなくなると、そういう報告を出しました。それは大変だということで、皆さんご記憶かもしれませんが、自衛隊のヘリコプターが飛んできました。ヘリコプターの下に水を入れた袋をぶら下げて飛んでいきまして、その袋を4号機あるいは3号機の使用済み燃料プールの中に落として水を補給しようということをやろうとしました。しかし自衛隊員だって人間なんです。被爆すれば死んでしまう。ですから近づくことができない。上空高いところから下をプールをめがけて水を落としたんですけど、落とした途端に水はばらけてしまって全然入りませんでした。次に東京消防庁が何とかしようとして現場に行きました。しかし東京消防庁の職員だって人間です。近づくことができません。遠くの方から放水銃で狙って水を入れようとしたんですけど、なかなか入らない。あわやもう東京も壊滅かと思われた時に、4号機のこの隣のこの場所ですけれども、私たちがキリンと呼んでいる高所コンクリートポンプ車を連れてくることに成功しました。そしてコンクリートを流し込むんではなくて、水をプールの中に流し込むということにようやくにして成功して、使用済み燃料プールの中の燃料を守るということになりました。本当に良かったと思います。でも1号機2号機3号機はこうやって見ていただいているように、炉心自身が溶けてしまって、建屋がもうボロボロになってしまっています。これが起きたのがちょうど、約10年前の2011年3月11日です。この事故は現在も進行中です。発電所の中でも進行中です。後でちょっとだけそのことも聞いていただきますし、発電所の外でも大変な汚染が広がってしまっています。一体どれほどの放射能を環境にばらまいたのかということをまず聞いていただきます。私が今から皆さんに見ていただくのは IAEA 国際原子力機関という国際的に原子力を推進するための中心組織ですけれども、その組織に対して日本国政府が報告書を出しました。福島の事故でどれだけの放射性物質を環境にばらまいたかという報告書を出したこと、細かに書いてあります。でその報告書の中から、私は大気中に放出したセシウム137の量というのを今から皆さんにお見せしたいと思います。私は先ほどからウランが核分裂すると核分裂性生物という種の肺ができると聞いていただきました。その核分裂性生物というのはおよそ200種類に及ぶ放射性物質の集合体です。そのうちの一つがセシウム137という放射性物質です。その他にストロンチウム90であるとか、ヨウ素131であるとか、後からまた聞いていただくトリチウムであるとか、さまざまな放射性物質があるのですけれども、私はこのセシウム137というものが人間に対して最大の危害を加えると考えていますので、このセシウム137を尺度にして福島の事故がどれほどの事故だったかということを皆さんにお伝えしたいと思います。まず左の下に黄色い四角を描きました。これは広島原爆が爆発した時にキノコ雲と一緒に大気中にばらまかれたセシウム137の量です。放射能の単位がベクレルだということは皆さんご承知だろうと思いますが、ただ覚えていただければいいだけです。長さだったらメートルで測る、重さはグラムで測ると
いうのと同じです。放射能の単位はベクレルです、広島原爆がキノコ雲と一緒に噴き出したセシウム137の量は 8.9×10⁻³ ベクレルです。でもこんなこと言っても皆さん全然ピンとこないと思います。ですからこの四角の大きさだと思ってください。広島原爆はこれだけと。では福島の事故というのはどれだけのセシウム137を大気中に放出したと日本政府が言っているかというと、1号機だけで広島原爆の6発分から7発分です。何と言っても悪かったのは2号機だと。先ほど原子炉建屋の姿が残っていると皆さんに見ていただきましたけれども、あの2号機こそが内部で最大の破壊を受けていて大量の放射性物質をばらまいたんだと日本国政府が言っています。3号機もばらまいた。当日運転中で原子炉が溶けてしまった1号機、2号機、3号機を合わせると合計で 1.5×10⁻⁶ ベクレルというセシウム137を大気中にばらまいたと言っているのです。これは広島原爆がばらまいた死の灰の量に比べるとなんと168発分になります。広島原爆1発分の死の灰だって猛烈に恐ろしいものなわけですけれども、その168倍もの放射能を大気中にばらまいてしまったと日本政府が言っています。そして後でもう一度聞いていただきますが、これは大気中だけなのであって実は海へ流している量もあるわけです。福島の事故というのは大気中と海へ流しているものを合わせれば広島原爆がばらまいた死の灰の何百発分、場合によっては1000発分というような放射能を環境にばらまいたというそういう事故なのです。大気中にばらまかれた死の灰はじゃあどうなるでしょうか。風によって流れるんですね。さっき主催者の方がおしどり孫さんたちの報告をちょっと話してくださいましたけど、出てしまえばあとはもう気象風の吹くままに流れていくという気象条件だけによって流れていってしまうわけです。どうなったかというとこういう汚染を生じたと日本政府が言っています。私が作った汚染地図ではなくてこれも日本の政府が作った汚染地図です。福島第一原子力発電所はこの位置にあります。福島県の太平洋岸にあって、東側は全部海です。西側だけに陸があるというところです。で皆さんご存知だと思いますが、日本というこの国は北半球温帯という地域に属していて、上空高いところに行くと偏西風という猛烈に強い西風が吹いています。西の方から東に向かって風が吹いているんですね。ですから福島から吹き出してきた放射性物質も上空高いところに達したものは全て太平洋に向かって流れていってくれたのです。でも地上では西風だけでない、東風の日、北風、南風の日もあるわけで、その風によってあっちこっちが汚染されたということを色分けして地図を作っています。福島第一原子力発電所から北西方向に赤、黄、緑の色が塗ってあるところがあると思います。分かっていただけると思いますが、ここが猛烈に汚染したところです。事故直後に避難、強制避難の命令が出たというのがここの赤、黄、緑のところです。10万人を超えるような人たちが手荷物だけを持って避難しろと言われてふるさとを追われました。避難所に行きました。体育館のようなところで皆さん何ヶ月も出た。そして仮設住宅ができて移らされた。しばらくしたら今度は災害復興住宅へ行け、みなし仮設住宅へ行けと言われて、あっちへ行ったりこっちへ行ったり流浪化させられました。福島では大家族で生きてきた家がたくさんありました。じいちゃんばあちゃん、父ちゃん母ちゃん、子供たち孫たちというようにたくさんの家族が集まって生きていた家が多かったわけですけれども、その家族も避難をしていく途中でどん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 バラバラにされてしまうと
地域のつながりもズタズタにされてしまう。もちろんなり合いも失いました。そういう人たちが一人でもない10人でもない10万人を超えるという人たちがそういう被害に追い落とされたということになりました。逃げなきゃいけないんです。猛烈な汚染地帯だから逃げなければいけないけれども、でも逃げればまた猛烈な困難を背負うしかないという状態になったのがこの地域です。でも汚染地自体はこの赤き緑だけではありません。福島県の中央部を南北に青い帯が縦断していますが、ここは福島県の中通りと呼ばれる地域です。東側に阿武隈高地という山並みがあります。西側には青森から始まった奥羽山脈という長大な山並みがあって、東も西も山で挟まれた平坦地、大変住みやすいということで、福島県の大きな町はほとんどが中通りにあります。北から伊達市、福島市、二本松市、郡山市、須賀川市、白川市というようにたくさんの人たちが住んでいたところを市の範囲が舐めるように汚染を広げていくということになったわけです。その先は栃木県で、栃木県の北半分も汚れていますし、群馬県の北半分も汚れています。ごめんなさい、はい、出してますけど、ずっと汚染が広がっているんですね。で、群馬県と長野県の県境には浅間山をはじめとして秩父の山並みとか高い山が結構連なっていて、流れてきた死の灰が山を越えるのではなくて山腹を巻くように群馬県の西部を汚染しています。埼玉県の秩父地方も汚染しているし、東京の奥多摩も汚染しています。で、この群馬県の西部、くすんだ緑色で塗ってある、分かっていただけると思いますが、このくすんだ緑色はもちろん栃木県にもあるし、福島県の会津地方にもある、宮城県の南部、北部、岩手県の南部、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下町というようなところにもあるわけですけれども、ここの汚染はどの程度かというと、この場所に書いてあるんですけれども、1平方メートルあたり3万ベクレルから6万ベクレル、セシウム137が降り積もったと日本政府が言っているところです。でも皆さん全然ピンとこないと思います。そこで比較の例を一つだけ聞いていただきます。私は松本に来るまで京都大学原子炉実験所というところで、原子炉を動かしたり放射能を作ったり、それを研究するというような仕事をしていました。それで給料をもらってここまで生きてきました。放射能を取り扱うというのが仕事だったのです。でももう私その仕事やめてますけれども、もし私が今ここで放射能を取り扱う実験をしていいかと言えば、もちろんダメなんです。放射能というのは大変危険なものだから、普通の人が近づけるような場所で取り扱ってはいけない。放射能を取り扱うときには放射線管理区域という場所で使えということになっていて、私の職場である原子炉実験場の中には放射線管理区域と指定された場所があって、私はその実験をするときにはその場所に入って実験したんです。皆さんは入ることがまず禁じられます。私のような特殊な人間だけが入れる。でも私だってその場に入ったら水を飲むことを禁じられるんです。食べ物を食べることも禁じられます。寝ることはもちろんダメです。管理区域の中にはトイレもありません。つまり人間が生きるなんてことはできない。どうしても仕事のためだけに入れという、それが管理区域です。とても気持ちの悪い場所ですので、私は仕事が終わったらできるだけ早く管理区域から出たいといつも思いました。でも管理区域の出口にはドアがあって必ず閉まっているんです。なぜかといえば、管理区域の中で私が仕事をしたということは、私の手が汚れたかもしれない。私の足が汚れたかもしれない。実験着だって汚れてるかもしれない。そのまま管理区域の外に出てしまえば普通の人たちに汚染を及ぼしてしまう。そんなことは到底ダメだと。管理区域の外に出たいと思うなら管理区域の出口に放射線の測定器を置いておくから
それできちっと手を調べろ、足を調べろ、実験員を調べろ。そして調べた結果、汚染が基準値以下であれば初めてドアが開くという、そういう仕組みだったんです。ではその基準はいくつかというと、1平方メートルあたり4万ベクレルです。ここにも書いてありますけど、1平方メートルあたり4万ベクレル、それを超えるような汚染物は管理区域の外側に持ち出してはいけない、存在させてはいけないというのが日本の法律だったんです。でもこのくすんだ緑はもう1平方メートルあたり3万から6万ベクレルで汚れている。私の実験には汚れているとかいう、そういう話ではないんです。大地が汚れている。こういう福島県の東半分を中心にして、栃木県と群馬県の北半分、茨城県の北部南部、宮城県の南部と北部、さらに岩手県、新潟県の一部、埼玉県の一部、東京都の一部、千葉県の北部と、こんなようなところを本当であれば放射線管理区域にして人々の立ち入りを禁じなければいけないというほどに汚染が広がったと、私が言っているのではありません。日本政府が地図を作っていっているのです。こういう状況になって、では日本政府はどうしたかというと、事故当日、原子力緊急事態宣言なるものを発令して、この赤き緑のとこの人だけは避難させたけれども、その他のところには人々を捨ててしまうということをやったのです。今日この会場にいらっしゃっている方はご存知の方も多分多いと思うけれども、その原子力緊急事態宣言は今もまだ続いているんです。今日本人は新型コロナウイルスの緊急事態宣言ばかりに関心を奪われてしまっているわけですけれども、福島事故の原子力緊急事態宣言は10年経った今も解除できないまま続いているという、そういう状態になっています。松本はここです。もしまっすぐ流れてきたら松本も直撃されたのかもしれませんけれども、まあ、幸いに山が守ってくれたということになりました。日本というこの国、法治国家と言われてきました。国民が法律を破る、悪いことをすれば国家が処罰すると、刑務所にしょっぴいていくと。だから巷には悪いやつはいないぞ、安全で安心な国だぞと、国が国民に向かって言ってきました。それなら法律を作った国が法律を守るのは最低限の義務だと私は思います。日本では一般の人たち、皆さんですね、1年間に1ミリ以上の被爆をさせてはいけないという法律がありました。今聞いていただいたように、管理区域から物を持ち出すときには1平方メートルあたり4万ベクレルを超えて汚れているようなものはどんなものでも持ち出してはいけないという法律もあったのです。でも福島の事故はあまりにもひどすぎました。その事故を引き起こした責任は私は国にあると思います。もちろん東京電力という電力会社にもありますけれども、東京電力を原子力に引きずり込んだ日本の国こそが最悪の犯罪者だと私は思っていますけれども、その最大の犯罪者である国は、今はもう緊急事態宣言なんだと、どうしようもないんだと、日本の法律も守れないんだと、特別措置法というものをどんどんと乱発して人々を被爆させ続けるということをやって、事故から10年経ってもまだそれを続けているのです。私は先ほど、人間に危害を加える最大の放射性物質はセシウム137だと聞いていただきました。そのセシウム137の半減期は30年です。30年経ってやっと半分になってくれるんです。事故からまだ10年しか経っていなくて、大腸を汚したセシウムの8割は未だに残っています。
30年後多分私は生きてないと思いますけれども、そこまで頑張れば半分になってくれるというんで、100年経てば10分の1に減ります。でも先ほどの皆さん地図を思い出してください。赤き緑のところは1平方メートルあたり60万ベクレルを超えてセシウムが降り積もったというところなんです。今私は一言でセシウムと呼びましたけど、そのセシウムと呼んだ半分がセシウム137で、残りの半分はセシウム134という名前のセシウムです。134の方は半減期2年ですから、まあ、もう今すでに随分減ってくれている。でも1平方メートルあたり60万ベクレルの半分、つまり30万ベクレル分はセシウム137で、それは100年経っても10分の1にしかならない、つまり3万ベクレルにしかならないんです。そういうとこ、それを要するに超えてるわけです。赤き緑のところはつまり100年経っても放射線管理区域にしなければいけない大地が広大に残るんです。100年経っても日本は原子力緊急事態宣言を解除できないと私は思います。私は死んでるし皆さんも死んでいる。今日産み落とされた赤ん坊すらが死んでしまうような時になっても、日本というこの国は原子力緊急事態宣言を続けているという、そういう国なんです。そんな国でオリンピックをやるとか言って今浮かれているわけですけれども、誠に愚かな国だと私は思います。日本で原子力を進めてきたのは国です。原子力の平和利用の夢をばらまいて、原子力損害賠償法とか電気事業法とか、さまざまな原子力に対する優遇する法律を作って、電力会社を原子力発電に引きずり込みました。金儲けできるぞと言って引きずり込んだんです。一度電力会社が原子力発電をやることになったら、今度は三菱、日立、東芝など巨大な原子力産業が金を求めて集まりました。その周りにはゼネコン、中小零細企業、そこで働く労働者の組合、マスコミ、裁判所、学会など、すべてが一体となって原子力村という、原子力村という原子力推進組織を作りました。まさに戦争の時の構造と私はそっくりだと思います。そして進めてきて、挙句の果てに原発は絶対事故を起こさないと彼ら言っていたわけですけれども、福島の事故が起きてしまいました。彼らが言っていた原子力安全神話は福島の事故で事実によって否定されました。ではその後彼らは何をしたかというと、彼らは誰一人としてまず責任を取っていません。東京電力の会長社長以下誰も責任を取らない。国の政治家あるいは官僚たちも誰一人として責任を取らないまま無傷で生き延びています。彼らの犯罪は後でまたもう一度聞いていただきますが、彼らは無傷で生き延びていて、私は彼らは犯罪者だと思うので、最近は原子力村と呼ばずに原子力マフィアと私は呼ぶようにしています。本当なら全員刑務所に入れなければいけないほどの大きな罪を犯した人たちだと思います。彼らは今何をしているかというと、特別措置法をたくさん作って人々を汚染地に捨てて、放射線感受性の高い子どもたちも含めて汚染地に捨ててしまって、今はマスコミと教育を支配して被爆なんかしても大したことないんだと、みんな忘れてしまえと言って、今度は被爆の安全神話を撒き散らすというようなことを現在やっています。私は時々福島に行きますが、行くたんびに思います。放射能が目に見えればいいのになと。これは由木美里さんというイラストレーターが描いてくれたイラストで、私たちは赤い粒々のイラストと呼んでいます。赤い粒々が放射能を示しています。先ほど日本政府が作った地図を見ていただいた通り、福島を中心にして広大な地域が
放射線管理区域にしなければいけないほど放射能で汚れているんです、大地が。そこに子どもも含めて捨てられてしまっている。本当なら私がここに行ったら、ごめんなさい、私がこの場所に行ったら水すら飲んではいけない、寝てもいけないという場所に子どもたちが捨てられているという、そういう状態が事故から10年経った今も続いているということになっています。少し長く話してしまったかもしれません。休憩にさせてください。よろしく。はい、ありがとうございます。